寝顔。こうして見るのは久しぶりだな。うん、やっぱり前と変わらず神々しい。そうだ、いつもみたいに拝んじゃおう。あ、おはようございます。なんだか初めて目覚められた時のことを思い出しますね。よし、続きやっていきます。クラン結構気持ち悪かったな。そっちの件があるのか、もしかして。はい、というわけで、支援会話会ですね。こっちじゃない。プラスの方か。うん。いや、メインストーリーが進まんの。たんまりあるからさ。絆かよなんてもう、戦闘に露骨に出るしね。じゃあ、この少ない方からやっていこうか。すぐ終わるしね。こっちの方。じゃあ、リュールマルスの B。A まで行ったら違うの持たせてみようか。マルスのようになるにはどうしたらいいんでしょう。マルスのようにそんな強い？僕には仲間がいてくれたから戦えたんだよ。まあ、君も同じだ。そう。絆が強さになるのだからね。そうかもね。マルス自体そこまで強くないよね。初代って。周りのやつがやっぱちゃんと強かったね。うん。よく言う、オグナバとか、マリック、リンダ。マルスはやっぱファルションを持って、最後ボス芝木係とかになってくるしね。うん。言うほどやぞ、こいつ。こんだけ？あ、こういうとこで解放されるんだ。おい、獲得経験値2倍ってすごいぞ。レイピア、まあ、レイピアの特攻も捨てがたいか。ね。うわ、おのおのにあんの。リュールの魔法バージョンみたいなもんもってことか。シグルド目つき悪いな。ヤンキーやん。さすが式にいやね。じゃあ、うん。じゃあ目つき悪い人と行こうか。サクッと終わるね。神竜様が眠っている間、うん、何度も会いに行っていた。だから神竜様のことは家族のように思っているんだ。普段面と向かって言ってそうやけども、普通のなんか日常会話普通にするよね、このスタンドと。時の流れは血のつながりよりも濃い絆を作ることがある、うん、生まれた絆を大切に育んでいくといい。え、おのおのこれあるの？いる？もうしれっとレベル上がってけばよくない？あ、で、スキル継承ね。スキル継承も考えてかんなんね。大変だ。じゃあ、深海は上から行こうか。リュールはルイだけか。この、あ、ユナカとかも見てみたいね、早く。じゃあ、ルイ。うん、直立。天空の城ラピュタの巨神兵じゃない、あのロボットみたいな立ち方しとる。神竜様、特にこれといった特別なことはしていませんよ。あ、衛兵的な感じ。ただ遠くから女の子たちが会話して、やべえな、静かに眺めている。やべえだこいつ、女好きでもあるのか。それは何のためにですか。めちゃくちゃ引いとる。何のため、難しい問題ですね。いや、理由は、理由なくても聞きたいか。確かに、ある種哲学的な問いとも言えます。哲学、そんな深いことになってきたのか。女の会話を盗み聞きすることが。ですが、そうですね。強いて答えるなら僕の、まあ後々しは幸せ。まあそれ、これがきっかけというか、これ、こういう知識を得ることで、女子との会話をね、弾ませたり、後の伴侶のこともね、うまくいくためのものになれば、全部幸せにつながったりもあるけど、そういうフェチとかの、そっちの方向にもあるか、これ、幸せって。女の子たちが会話しているのを見るのが好き。
ということですか。そう、まあ、そう言っとるよね。はい、大好きです。やばいな、この糸目やばいな。なんか近寄らず会話に参加もせず、やばいな。もちろん触れることも絶対にありません。あ、まあ、でも一応マナーは守ってんのか。ただ遠くから静かに眺めるだけです。これはいけないこと。小鳥のさえずりを聞くかのごとくね。多分あ、ダメだ。ダメなことだと思う。アウト。ルイ君アウトだって。こうに触れずともダメなことがありますから。これはイエローカードか。もし彼女たちが嫌がったのなら、おすぐにすごいまっすぐ言う。もちろんです、神竜様。僕だって彼女たちを不快な気持ちにはさせたくありませんから。一応は決まってんのか。やかましいわって感じか、これ。それを聞けて安心しました。ではほどほどに。ちゃんと管理しとるね。はい、ソラネルを。神竜様、ご心配をおかけして申し訳ありません。ルイはルイでちゃんと分かってくれるね。さすが進化。俺ならやかましいわっていう。分かっとるわいっつって。じゃあ、アルフレ、お、アルフレッテーティエ、進化の。うわぁ、全部出すの大変そうやな。ただ、食事とか、あー、やるの忘れとった、ね、食事。今日はなんていい天気なんだ。飯食いに行ったら誰か解放するかな。なんか、メスの顔しとるな、エーティエ。さようでございますわね、アルフレッド様。絶好のお茶日和ですわ。ここも好き説あるか。僕はエーティエの入れてくれるお茶が本当に大好きなんだ。なんか風化雪月のもうあいつ、あー、ダメダメダメ、出てこ。フェルナンデス、あの手の匂いしてきたな。あとあいつも、ダメ、出てこ。あのバラの、ああ貴族たるものってすぐいいやつ。それでしたらもうなんか半分口説いてそうなあれやけど、大好きなんだっつって。ほん、わかりましたわ。どういう状態、この真ん中の分割は何。さすがにもう持っていられない、限界だ。なんか筋肉関係しとるな、鍛えてんのか。先にティーカップを置かれましたわね。私の勝利ですわ。トレーニングしとる。ああ、僕の負けだよ、エーティエ。言い訳すら出てこない。何してんの、こいつら。しかし、この筋肉鍛錬。なんじゃそれ。ティーカップ。前の。なんじゃそれ。筋肉鍛錬用ティーカップ。以前よりも鉛を大幅に出しましたの。それなんか、紅茶になんか流出せんか。ダメな物質。亜鉛、亜鉛とか。亜鉛はいいのか。男にとってはいいものやった気がする、亜鉛って。この程度で値を上げてもらっては困りますよ。筋肉鍛錬の道は過酷。こいつもその気があるのか、筋肉に対して。勝負も鍛錬もまだまだ続くのですから。フィレネやべえな。望むところさ、エーティ。これも全て強靭な肉体の。当たり前のようにやっとるしな。ええ、アルフレッド様、強靭な肉体のために。こいつらはくっつくべきやな。ああ、あの中山筋肉のあの BGM が欲しいわ。いやーのやつね。で、あ、エーティエからブッシュロン同僚。ここはさすがに、今日こそ観念してくださいな。なんかトレーニング絡みか。観念？何の話だ。うん。あなたの筋肉。まあ、二言目には筋肉やな。どんな筋肉増強剤をご愛んで。ステロイド使ってんの？またその話。そういったものは飲んでいないぞ。ああ、純粋にこの感じなんだ。まあこのぐらいならね。だってステロイド使ったらもうバッキバキの、本当ね、本当グラップラーバギみたいな、ハンマーイージョみたいななるから。嘘はいいんですの。どうか白状してくださいな。そんな異常な筋肉ついてんの。嘘などついていない。うん。俺は筋肉がつきやすい体質なんだ。
まあ体格いいよね。首の横が斜めになっとる感じがやっぱりしっガチッとする感じがあるね。本当にそうです。自分もそうです疑うね。実は私ルシロンさんのことを、あら、密かに観察させていただきましたの。謎の粉何かに混ぜとったか。そうなのか。こいつの趣味ってなんか本読むとかじゃなかった？釣りもだっけ。あなたは朝の鍛錬が済んだ。 あとはずっと釣りか読書。そう、ちゃんと覚えました。私が走り込みをしている間もずっとぼーっと釣りか読書をしているだけ。最高や。釣りしながら読書しとったらもうただ日が過ぎていく。それでそんな恵まれた体力になれるはずがございません。鍛えてないからと、そういうことやね。何か素晴らしいものを飲んでいるに違いありませんわ。結構グイグイ来る感じやったよね、ATA。さすがにアルフレッドとセリーヌやったら ここまでグイグイ来れんか。まさか。どんどん話が進んでいく。そんなもの飲むわけないだろう。本当に何もしていない。筋肉に対して熱いものがあったからな。まったく。こんなことで問答をアルフレッド様の進化として妙な噂が立った。またイエローカードが出るぞ。俺はもう行く。またな、エティ。めんどくさいの出てきたな。絶対におかしい。めっちゃ疑う。これを進めていくのがこいつらの CBA か。なんかフィレネか。フィレネ勢やべえな。漏れなく。漏れがないからな。で、あ、もう B。早くない？セリーヌじゃん、B。A まで行ったらくっつくとかないよね。でけえな。でか。ジャンの体積、3倍ぐらいあるやん。セリーヌ。セリーヌ王女、こんにちは。でか。あら、でかいでかいでかい。今日はこれからお勉強？お、茶しばき系じゃないのか。はい、いい社員のために。おお、そうやった。頼むぞ。じゃあ、お誘いは日を改めることにする。あ、茶しばきですか？お誘い。もしかしてこの前のお茶会の件ですか？てかカバンの横のその丸フラスコやったっけ？それ。どっかにぶつけたらガチャンっていかん。それ危なくない？それ、試験管はまだいいとして。お、故郷の茶葉、これはしばかんとダメか。お勉強の方が大切だわ。残念か。すみません、お気遣いいただいて。いや、じゃんちょっと頭角出てきたしね。本当ちゃんと上がるようになってきた。とんでもない、楽しみが先に伸びただけのことよ。待った分だけより美味しく感じられるはずだわ。いや、このドフェーミンがセリーヌを口説けたらまたちょっと夢があるよね。セリーヌ王女がこんなに言ってくださるやなんて。ちょっと年の差はあるか。ジャンがやっぱどうだ。10歳ぐらいとしたらセリーヌはどうだ。14、5かな。今までのファイアーエブレムのよくある設定としたら今気がついたの？もうこういう感じも可愛いね、セリーヌ。お嬢様感、女王か。世界に誇れるものと。お、女王じゃない。姫。王女か。王女感パないな。ありがとうございます。こうやって、いや、この軍に従軍することでこんな国のトップとお近づきになれて、もういいことだらけやな。そういえば、ジャンはお茶の道は考えなかったの？そっか。お母様も工房で働いているようだし。まあそれは母ちゃん、兄弟おらんのかね。ここはまあ父ちゃんの方を継ぎたいっていうのも自然な気がするけど、唯一のなんか村の医者っぽいしね。考えたことなかったですね。お茶は美味しいですけど、人は救えませんので。そんなことないですわよってくるか。人は救えない。来そうやな。来るな。発狂するか。ごめんなさい、何
でもないの。お勉強の邪魔になったら。結構傷ついたか。この路線で行くんやな。これで勉強もはかどると思います。ありがとうございます。お茶の良さを伝えていくと、ジャンに。あまり無理せず頑張ってね。うん。結構すっと冷めた感じがしたね。てん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 。B まで来たって結構でかいね。支援効果どういうもんかって言ったら把握しないけど。ここ黒 A じゃんか。ああ。ここも早いね。なんか裏のあの、訓練で、戦うだけで一気に二人の関係上がる気がするね。あ、で、そう、あれだ。ヨルフォージャーだったわ。クロエ。あらじゃん。私に何か用かしら。いや、もう目つぶったらもう。ヨルさんやもん、完全に。母。用っていうほどでもないんやけど、気になってることがあって。あ、ジャンも気づいたか。もしかしてスパイファミリーのって。気になること？絶対そうやろ。この胃薬を受け取ってほしいな。胃薬？まあ、ありがとう。なんか、なんだ？ストレス感じてます的な何かを見たのか？でも私、特に悪いところはないんだけど。あ、あれだ。どうして胃薬をくれたのかしら？こいつ、大飯ぐらいだ。いつも決体な決体。お腹を壊す。決体。だからなんとなくこの関西弁の意味が分かると思う。ちゃんとそれだけ浸透してきてるってことやよね。決体だもん。私が珍味ばかり食べているから心配してくれたのね。珍味ってなんかほんとなんかなんて言ったらいいの、ほんと変わったもんやよね。あの魚の内臓とかその手、そりゃ腹壊すやけど。でも安心して、私の胃袋はとても丈夫なの。そうな。まあそんな変なもん食ってるからそのボディが作られたやろうけど。そうなんや。でも油断は禁物やで。優しい。この前は得体の知れへん目玉みたいなのを。やばくないそれ。口いっぱいに頬張ってたやないか。得体の知れへん目玉。何の目玉それ。あんなんどう見ても。体に悪い。いやでも目玉ってゼラチンんじゃなかったっけ。体には良さそうやけど。あれとても薬のお礼に今度お裾分け。何の目ん玉な。いやその気持ちだけで。いやダメやな。自分本当魚の玉置き、まあ、食わず嫌いですね。好んでは食わない。そうウニとかイクラとか美味しいんでしょうけど好んで食わないですね。レバーとか、とホルモン系もちょっと食わず嫌いかな。そう、家族で焼肉行ってもやっぱ白とか普通にみんな食っとるけど、え、あれってだって腸でしょ。いいです。気つけてな。病気は何よりも怖いんやで。ちゃんともう医者としてやっとるね。え、わかったわ。ありがとう、じゃあ。もうスパイファミリー。あ、じゃあ。で、やっぱ早いね。やっぱなんか、風化雪月でクレームでも上がったんかね。支援会話が長すぎるっつって。今の量だけでもだって1時間近くかかってもおかしくないもん。風化雪月やったら。ちょっとメッシ縛いてもう一組出せんかね。リュール系もいけるか。リュールエイティエとか結構出撃すること多いから。あーてかこのマップ上での会話もあるよね。あーそうそうそう、あの青い点々点がやっぱ固有で喋ることっぽい。この白点々ではもうなんかありきたりなやつやけど。とにかく飯芝居って、飯芝居、あ、ここ人変わるんだ。来てください。じゃあ、ヨルさん。あ、ここ喋らないな。どんな珍しい料理を所望されますか？珍しい。リュールできないんだ。どうしよう。ユナカ系なんか見る？あ、リュールとも進むんだ。
じゃあこれから出撃回数多そうな。セリーヌも鉄板かな。あ、ないんだここ。セリーヌユナカないんだ。じゃあここかな。ここで、あ、すごい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 、めちゃくちゃ作れるやんもう。ありすぎやろ。これ光ってるのがいいってこと。じゃあち、なんでもいいや。力と速さ上がれば。お、すごいすごいすごい。力と速さ。え、このドープ、これ強すぎじゃない？ベリーとカスタードのタルトケーキ。魔法以外プラス1。え、これ強すぎやろ。え？何これ？幻の魚？ダメ？え、いいの？追加食材で。選べるんだ。追加って何？なんか新たに効果もあれ上げれるってこと？なんだろう、せっかくやし全部一種類ずつ入れとく。はい、食べる方が好きだけれど頑張りますね。はい、これをこうして失敗すんなよ。夜さん料理できんのやった。そういえば自分で食べたいぐらい成功したか。よくできたわ。美味しいですな。お、なんかだいぶ落ち着いた格好したんな、ユナカ。普段あんなに胸さらけ出してんのに。おいおい、あ、出来栄えし、いや、すっげえ上がるよ。強くないこれ。空の上で食べると美味しいですよ。あ、弁当、あ、これが弁当か。で、料理一回しかできない。はい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 。飯はマストやな。絶対やらんのよ。めっちゃ強いやん。で、あ、ちょうど、あの、ユナカ方向に、支援会話の黄色色も出たんで、こっち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 。で、あ、ミカヤね。この場所はとても優しい力で満ちているわね。ユナカと共にこれからお世話になるわ。ちょっとユナカから外したい気もするけどな。ジャンとかにあげたいかもしれん。ただやっぱ、かわいいな。かわいいな。やべ、俺好きかも、ユナカ。なんと。ここが聖地と名高いソラネルでありますか。あ、一応知ってんの、ソラネルの存在。私め、失礼ないよう務めさせていただきます。かわいい。じゃあこのまま支援会話に。で、通常の格好になるから、父がさらけ出されるわけね。そう。あ、ヤッピー来た。ちょっと前、母ちゃん殺したやつかって疑ったけど、さすがにもうないかな。魔法とか使えそうな雰囲気ないしね。その戦闘力は並大抵のものではありません。傭兵でもやっていたのではないですか。雇われでもやってたのか。傭兵？ん？え、雇われ、え、やっぱ母ちゃんやったやつ？そうですか。え？さすが新竜士、よくわかりましたな。やっぱりあれ、母ちゃん殺したやつ？それだけ強ければさぞ有名だったのでしょうね。だいぶ歯切れ悪いな。それなりには。この前神殿にお邪魔した時みたいなの出てきたらもう終わるぞこいつ。やっぱりもしかしたら仲間の中にユナカを知っている人がいるかもしれませんね。やっぱワンチャンあるのか。今度聞いてみることにします。闇魔法の何かね、そういうの使えたらもう母ちゃん殺したやつになるけど。なんで？どうしてですか？言ってくれる？すみません、話を合わせてしまったのですが。こいつすぐ嘘つくな。傭兵などはやっていないのです。自称暗殺者ってこと？え？それだけ？すみません、また嘘をついてしまい。しかし、過去のことを聞かれるとどうしても盛りたくなるの。ごめんなさい、新竜士。
うん、私はあなたに褒められるようなちゃんとした人間ではないのですか。だんだん聞けば聞くほどすぐ素直になるなこいつ。本日はこれにて失礼。うん、ただなんか好きだわ。かわいい。やばい、ユナカ好きかもしれん。くそー。で20分台か。じゃあそうそうそう、早く終わったらこれ行きたいなと思ってて、あのオンラインで知らない人と遊ぶやつで、でそうそう、なんか進めていくとなんか本格対戦みたいなんあって、要は本当なんだろう、ファイアーエンブレムヒーローズの飛空城、飛空城ってあれ結局 AI があの 防衛側やるから。でも新しいコンテンツでそういうのあったな、まあ、要はそういうことできるってことでしょ。いや実際自分の腕どこまであるか知りたいよね。ちょっと本気でやりたいかも。じゃあ新しく始める、うん、上から行く 2×5 人、うん、あーなるほど、なんかで必要な結晶石がここで手に入るんだ。なんかで何やったっけ、何かで使ったよね、新しい武器。違う、紋章師どものなんか武器の強化だ、ファルシオンとか。これは定期的にやるべきやな。で、知らない人とも交流できて。あ、で、そう、自分のマイカードも作ったんですけど、先に見せとけばよかったな。環境設定 BGM にのコメが追加されました。ストーリーマップ以外の自分フェーズ及び敵軍のフェーズの BGM、ああ、変更できるんだ。編成。うわ、敵めちゃくちゃおるけど。え、これをどう、え、ちょっと今の一軍で、あー、ブシロン、経験値も稼げるんかな、どうだろう、今のレベルのまんまやしね。あ、ルイも欲しい、硬いやつも欲しい。いやてか全然人出せんな本当に。まあこうかな、ちょっとこれでやってみよう。チケット1枚消費します。全ての敵を撃破する、竜量が撃破される、または 10ターンでこの量を倒せって。え、10ターンやよ、てか弓連れてこれ、何これ、ウルフナイト、弓連れてこればよかったー。え、これ、あ、でも敵さほど強くない。うん。敵の量すごいぞ。何これ？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 なんか出たけど。人増やせるとかある？ここも受けてしまうしかない。よなあ、ブレーク取られてもだるいし、ここユナカで受けるか。あれ、あ、結局細身の剣装備なんで持ってたんだ。じゃあまあ受けとこで、槍だとどうしてもブレーク取られるから、はい、え、10ターンきつないっすか。うん、でも敵弱いわ。
これはしゃあない。うー、いてえ、てかヒーラーおらんくない？あ、ミカヤ、ミカヤおるか。1位こっちに来たか。え、10ターンですぐやけど。え、10ターンですぐやぞ。まずい、ヒーラーがおらん。平和のためだもの。セリカでなんとかするしかない。うーん、で一旦殲滅は。うわ、だる、ここ。あれ、チェインガード、うぜー、チェインガード。後ろ落とす、後ろこうか。うーん、いや槍がおるしなあ。手槍あるわ。ただブレーク取られるな。回復はまだちょっと上級の体術。敵ちゃんと強い。命ある限り。こう、え、あの周りに広がったあれなんなん？で弓しばく。てか経験値もらえてないね。そういうこと？違う。細身。うん。敵弱い。必殺。細身でも全然ダメージ入る。ここでいっか。もの、あー、手やり持てたら受けてたかったけど、いやいや、足らんって多分。ブレーキ取られる。おいおいおい、おいおいおい。いいね。お、プレイヤーチェンジ。何これ。あ、これヨロピッピしかないやろ。でデータ、あ、公開。あー、結構時間かかるのね。一回だけじゃ終わらないと。6F1YNFD。特定、ああ、特定の人、ああ、なるほど。お願い、ちゃんと知り合いとかにも やってくれる、やってもらえる状態にできるのか。ただ何もせんくても誰かの続きはできますよ、と。じゃあ自分も誰かの引き付けるってこと？そういうことやね。ないんかい。ない。じゃあもうこれまだ今さっき終わったばっかりから。うん、なるほど、こんな感じなんだ。異界の試練、選んだマップ。あ、これもう、え、もうできるのこれ。マップをエリートして公開して自分のマップを他のプレイヤーが公開したマップとつないで対戦を行ったりします。マップエディット。あ、もうできるんだ。なんかクリア後かなって思ったけど。じゃないと、ね、お互いの強さ一定じゃないよね。はぁ、あ。あ、え、ほ、なんかチェスみたいになってる。あ、なんか置けたけど。柱。ほん。うん。大砲とかあれだ、なんか、バリスタみたいな。地形切りか。ほ、あ、雪だる。あー、なるほど、なるほど。自分の陣地をうまく作ってってことか。仲間の数やっぱ足りてないやん。あと6人で、フルメンバーってことか。ちょっとこれは裏でやる感じやね。じゃあまだでき、ちょっと待って、
帰りたいですあー、じゃあ準備しとかないとダメなのか。なるほど、そういうことやね。あー、でもまた入ってしまった。そっか、ちょっと飛空場っぽい感じでもあるってことね。じゃあなんか強い配置みたいなのとか誰かが開発してくれるってことか。で、なんか対戦レートみたいなのもあったから、そう、ちょっと自分の実力がわかるね。お手軽対戦。あ、なるほど、上からやってみる。なんだろう、おおお、これはチケットいらない感じ。いやー、面白。ちょっと望んどったコンテンツかもしれん、正直。うん、これはやれそうだ。あー、でまた5人ね。いやー、ちょっとどうだ、ブシロ硬いのはいるよね。でヒーラーもやっぱいるわなあ。でもヒーラーとしては強いのか、ミカヤのあれって。で配置触れない。あ、できる。敵さん、いや、なんか NPC っぽい、レベル低。あ、違うわ、絆レベルに取った。アーチャーいるか。セリーで倒せば勝ちやな。似たような変遷やの。こうかな、行こう。いや、勝ちたいな、普通に。行きます。敵がどう来るかやけど。アルフレッド・マイル、ここ先行けない。行きましょう。似たような編成やったか。あんま散らしてもダメだな。花は美しく。ちょっと緊張してきたな。壊せるわけじゃない。え、もうセリーヌ・マルス。いや、なんか NPC 感あるな。ちょ、もう来んの。強っ。そっか、ナイトキラーか。おー、もうそういうことしてくるんだ。助走強っ。そういうことなんのか。やべえ、結構やられ。エンゲージって初手でやるのがマストなのか。やべえ、ちゃんと強いな。え、そこ抜けれるの。やばいです。いや、ナイトキラー落ちたの痛えな。いや、でも間髪入れず動いとるから。エンブレムエンゲージ、やっぱ NPC なんやろうな。にしてもだいぶやられたな。変身いらんの。ちょっとアルフレッドが目障りだ。何もせず取られたのマジで痛いな。もう当選かね。あ、倒せる。はい。あ、ただ命中低い。あ、ラッキー50% 出た。ラッキー。あ、ちリュールおる？うわ、やっべ。マルスか。てか、レイピアでやられるわ。平気です。レイピアでやられる。ちょっと。スターラッシュちょっとやるか。
メリク。その余裕で倒せる。普通に殴ってもダメだよね。惜しいけど。てかこっちのなんかターン制限みたいなもんもないしさ、やっぱりなんか、うん、敵は NPC やな。で杖使える、あ、これタダで使えるの、じゃあもうヒーラーやん。さあ2人取ったけど、うんうんうん、あ、魔法やべ、やべあれ3回殴ってくれるの、いやー、え、なになになに、あ、ワープライナーか、くー、やべ、強え、ちゃんと。ただなんかやっぱちょっと荒いな、荒い。倒せない、あー倒せる、あーでもリュール倒れるか、やべは、やべ、命中見せなかった、戻れる、あ、ダメだ、うわーきっつい、今の回避されたのでかいな。優しいですね。負ける、てか初手から良くなかったな。お、避けた、ナイス。もうリュールを目の敵にしとるの。ちょっと周り減らすか、反撃来る。あー、でも魔法はちゃんと入るね。で、あれそんな命中高かった、わー低いわ。関節で散らす 93%、はい、で隣接するあれもない、63、細身ならめちゃ倒せない、リベラー、あ、リベラー73で当たるっしょ、頼む。オッケー。で、ワンチャンあるよ。これ生きる。で、ここも耐えるっしょ。オッケー。あともう、隣接した状態の方がダメージ入るから、エンゲージす。とかか、言うほどなんか強くならんよね。重傷もなんか未だに使い方分かってないしな。鉄の剣とか、あ、12、15、これでいっか。で、そう、竜の結束でダメージちょっとあって、はい、で、お、ちょっと倒せる、 100% 逆転した。 NPC ごときに負けれるかい途中諦めたけど、これ受けですね。え、アイテムを使えんの、え、いいの、傷薬アイテムっていう概念もあるのか。買った、これも近接でいいか、近接魔法、
うん、少しでもダメージ上げまして、痛い。ただもういけるか。リベラシオン、メジック、メジック。社員とかなら、エンゲージ。七変化。ガキの使いのやつ。ユナカ七変化。いや、全然か。てか、全然。全然あれやん。あそこ、地形効果強いのか。あれ使えばよかった。全体全開のやつ。これ、当たるわけない。24% なんて。あそこどうなん？ここも、うわ、回避プラス30とか。いや、余計ダメ？ただ、魔法なら入るか。あ、95%。勝った。せい。レート上がるんかな？いや、絶対 NPC やろ。大したことなかったもん。いや、あれで勝ちきれんかったのは、ちょっと敵の範囲、敵のちょっと腕が、あれやったぞ。装飾の探検。レート上がらないか。さすがに。でも対戦 ID とかでちゃんとあるもんね。うん、他のプレイヤーの舞台を対、あー、やっぱり NPC なんかね。だって、このパターンって自分にもやっぱ何かしらの時間制限ないとおかしいしね。それ一向になかったから。でも面白いわ。普通に。本格対戦の方もしっかり準備してやってみたいね。次の支援会話のお時間でかな。うん。ん？見晴らしの丘で何か見つかった。見晴らしの丘。なんか、新たな施設？お、イベント？神竜さん、なんだ？フィレネ南方の諸島にて、このような謎の腕輪が発見されました。腕輪？指輪じゃなくて。他にも、腕輪を祀っている史跡が発見されたとの情報が。はあ。一度向かってみてはいかがでしょうか。ガイデン？腕輪なんだ。指じゃなくて。腕輪から紋章師の使いが、まさかこの中に。その概念出てきたらもう何でもありやぞ。新たな呪文が頭に浮かんできます。あ、挽回のやつ。これまさか、探偵のエンブレム。まさかこれあれか、課金したやつか。あの追加コンテンツぽいな。三、三って、そうやな。え、おお、パッケージの。ちょっとエーデルガルドなんか雰囲気違うな。もっとなんか、やっと外に出られた。ああ。私は紋章師エーデルガルド。ほう。それから。腕輪でこういうのできんのか。俺は紋章師ディミトリ。ディミトリはだいぶ近いかな、クロードもね。絵がだけちょっと違和感あるな。よろしく頼むよ。ただ声優が一緒だから、いつもの3人だ。ディミトリ、クロード。一つの腕輪に紋章師が3人。あ、そういうこと？申し遅れました。あ、そういうことなんだ。私は神竜です。あなたたちは、一個つけたら3人くんの。腕輪に宿る紋章師、強くね。エオス大陸の紋章師ではありませんよね。ってことなのか。え、私たちはもともと違う世界を守っていた紋章師よ。映画の可愛い感ある。この世界に来たようなのだけれど。ほほう。違う世界から、もしかして試練を与えるために。試練。安心して、あなたと剣を交える気はないわ。私たちを三人同時に権限しただけで、すごいよ。だって、こ
この3人作中最強クラスのやつやからね。それが一歩になるってイカれとるぞ。そろそろ3人で話す話題も早くない？ああ、3人で話す話題、まあまあ、もともと命の取り合いするぐらいの関係やからね。会話する時点でも奇跡やけど。そうか。あ、でもあれか、学生状態だ。まだわだかまりがない時か。嫌味はよせ。というか、ほとんど話していたのはクロード、お前じゃないか。ただこれはこれでね、このままずっとこうなっていてほしいやつらやからね。これはこれでありがたいか。皆さんはとても仲良しなのですね。それ皮肉やぞ。仲良しどうかしら。まあこれはこう来るわな。何？うん。真に受けるなよ。エーデルガルトの冗談だ。まあもうこの時からいろいろあるからね。エガとディミトリに関しては。私たちいつも競ってばかりだから、うん、この3人で力を合わせるって新鮮よね。絶対強いやん。腕はって概念が分からんけど。俺たちは士官学校の生徒なんだが、それぞれ所属している学級が違うんだ。そうやね。アドラークラッセ、ルーベンクラッセ、ヒルシュクラッセ。スッと出たわ。なるほど。いつもは切磋琢磨する相手なんですね。いやー、マルスのレベルがやっとカンストするから、いや長いな、いろいろ。だからこうして3人一緒に何かをしたといえば、舞踏会とグロンダーズ。そういうことか。確かにそうだわ。グロンダーズ呪術戦は長えな、ていうかその日の月月な話題が早くどういうもんか見てみたいんやけど。かなり盛り上がったわよね。うん、もうわかりました。もう大丈夫です。ディミトリはなかなかの堅物。支援会は一発分ぐらいの何かあるな。ここだけの話だが、はあ、打ち上げの時のこいつのハメの外し方は、あ、そうな。なかなか見応えがあったんだぜ。裸踊りでもする？そうなんですか。はあ。初対面の相手に冗談かどうか判別しづらい話をするな。めちゃくちゃいじられとるな。ということは話半分で聞いておいてくれ。ディミトリはこの二人にとっていじられおもちゃになっとるな。おいおい、ひどいな。2割ぐらいは本当だろう。ああ、どうでもいい。減ってるじゃないよ。3人のなんだ、トリオ芸人みたいになってる。改めて、うん、あなたに私たちの力を託すわ。存分に。いやー、絶対強いやろ。大丈夫、きっと勝てるさ。そのために俺たちはここにいるのだ。うん、お前には特別俺の秘策を授けてやる。どういうもんかな。え、合体はできんけどってことか。とても心強いです。うん、よろしくお願いします。私も皆さんの期待に添えるよう頑張ります、うん、これから。ただこうやって追加コンテンツが無限に作れるってことやよね。真理の章、ワールドマップから紋章師の腕輪が眠る島に行くことに。ほう。いつでもメインストーリーに戻ることが可能なので、気軽に訪れてみましょう。はあ。あ、こいつおったな。ちょっと、おい、メインストーリー進まんぞ。あ、腕輪って概念増えた。これ、そう。あ、絵が？あとの、メインは絵がだけになるのか。うわ、アイムールとかだ。もうだいぶ強くない？アイムール。36とかあるけど、攻撃力。切磋琢磨。あー、これで切り替わるのか。ランダムに切り替わる。はい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 。じゃあ、アイムール、フェイルノート、出てこん。ディミトリの出てこん。あー、出てこん。出てきません。あー、騎士団のやつだ。もうかっけえ。これめちゃくちゃ強くないか。竜族ダメージ 10%。 連化月風船。
あ、アラドバル出てきた。書いてあった。ダメージ 50% の連続攻撃。え、切り替えてもいいぐらい強くないか、もう。で、一旦お外出てみるか。いやー、メインストーリー、いつ終わんの、これ。支援会話からなんやかんや全部処理しとったら、えらいこっちゃになるけど。ん？二手。どうなっとる、これ。え？ここが、違う島のお話、概念。いつ行き、もう行ったら多分戦闘始まるっけ？ガイデン、盗賊団のアジト。あ、飛ばせる。ちょ、なんか始まった。なんか始まったやんけ。あ、ワールドマップ、カッコ真理の章。ワールドマップメニューからメインストーリーのワールドマップや拠点空に戻ることが可能です。一度クリアしたマップ上では遭遇戦が発生。あー、これ欲しい。ちゃんと経験値稼げるんやよね。んで、何ここ？どこの何？ん？フォドラではなさそうか。ん？竜の神殿？はぁ。どうしよう。どうしよう。ガイデン、しばいてから、今のとこか。ただ、フリーマップ欲しいな。いつでもレベル上げできるんでしょ？稼ぎとか。ルナティック攻略でもいって、やっぱ、でかいから。次こっち行って、次は。あ、ちょ、待て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 、危ない。途中で返せる。じゃあ、次ここかな。はい。いや、マジか。これすぐ終わらんぞ、このゲーム。あの、オンライン対戦もあるしね。すごいな、この作品。はい、一旦、閉めます。はい。ご視聴ありがとうございました。また、お願いします。